ですね。あ、すごいすごい。今日名古屋の上空に現れたのは、そう、ニコちゃんマーク。新型コロナなど気分が沈むことが多い中、少しでも明るい気持ちになってもらえればと、エアレースパイロットの室谷義秀さんが企画したものです。一昨年から全国各地で行われていますが、愛知では初めての実施で、マークに気づいた人たちは元気がもらえたと笑顔を見せていました。